災害が起こった時にはそれは不幸な運命のいたずらです。その後に起きることは私たちの責任になります。災害の時に亡くなる人たちはそれは自然が原因ですけれども、その後亡くなる方は私たちの責任なんです。再現でさまざまな苦難に遭う人があります。しかしその人他の人たち、私たちはにはギフトがあります。つまり災害に遭わなかったというギフトです。このギフトを私たちは使って皆さん災害に遭った人たちの負担を軽くしたらどうでしょうか。皆さんがほとんどこの部屋にいる人たちはこの災害に対して反応してくれました。お金をそしてリソースを現場に送ってくれました。東北のような地域やハイチ、チュニジア、ミャンマーに送ってくれました。けれどもなぜ災害復興になぜこれほども失敗してしまっているんでしょうか。何年経っても10年経ってもまだシェルターで避難所で働いて住んでいる人たちがいるんです。世界中にいます。トップダウンの階層や官僚制度が現場での活動に大きな影響を与えているんです。今もう21世紀です。私たちは前進しなければいけません。私たちは正常者に本当に必要なサービスを与えようとしています。でこれはモバイルテクノロジー、ソーシャルネットワークをサポートされてトップダウンの階層や官僚制度のギャップを埋めようとしています。まず私たちはもう安全です、もう私たちは大丈夫ですと言います。しかし日本は災害に最も用意した国だと思います。耐震構造の建物があったりとか冷房があったり、そして災害の訓練をいたします。しかし38メートルの津波が来た時にはそれは役に立ちません。災害はいつでも誰にでもいつ起こる可能性があるんです。それだけではありません。私たちは災害が来ても大丈夫だと思っていました。しかし災害の対応についてはそうではなかったんです。災害対応をどう対応するかはそれはその災害後にどうするかにかかっているんです。災害後に何をするかが重要なんです。そしてどこで起きても後で入っても この災害に苦しめられる人がいます。ですから災害に対してどう対応するか、その後どういう活動をするかが重要になってきます。皆さんがよく聞く通説はエキスパートだけがヘルプをできるのでボランティアはいらないと言いますが、これは誤った通説です。誰でも助けることはできます。皆さんが現場に住民を持っていけば大丈夫です。例えばプロテインを持ったり食料を持っていきます。私は1週間分のプロテインバーがあります。手袋もありますし、携帯電話もありますし、またモビリティがあれば大丈夫です。車があれば、そしてモバイルフォンがあれば、そしてインターネットの通信ができれば皆さんが効果的に現場で助けることができます。ソーシャルネットワークによってサポートされます。彼らが必要なものに対して対応できます。そして誰でも助けることができます。皆さんが助けたいと思えば今参加してください。たくさんの人たちがすでに助けています。立ち上がってください。ゴールデンウィークの後はたくさんボランティアの人が来てくれています。エキスパートだけじゃなくて本当ボランティアだけで今活動しています。ゴールデンウィークの間はこの人たちは一線の人たちを
宮城まで行ったんですけれども、私は一緒に行ったんです。大変廃場な町なんですけれども、そこで皆さんがそこをクリーンアップしていました。皆さんが助けたいという気持ちがあれば、ローカル地元の人たちに連絡をしてください。参加できますので、助けたいと思う人があればいつでも参加してください。他の嘘があるんですけれども、食料や黒服はいらないと、医薬品はいらないと言っていますが、しかし皆さん全てなくしたんです。食料いらないんですか、薬もいらないんですか、服もいらないんでしょうか。私は現場に行き、現地に行きました。彼らも服も必要ですし、1週間同じ服を着ていました。これは制度からの言葉ですけれども、彼はただそういったの処理ができないためにこう言ってるんですね。それからいらないと言っていますけれども、しかし皆さんがいらない服があれば、食料があれば、地元の人たちに送ってあげてください。人々は、地元の人たちは本当に必要なんです。またあなた別の通説に、誤った通説について話したいと思います。ただ、必要なもの、すべて必要なものがあるので、お金だけ送ってくれと言います。皆さん、このお金がすべてだと思う人はいますか？お金よりももっと必要なものがあるんです。人々を必要としています。活動を必要としています。アクションが必要です。現場で働いてくれる人が必要なんです。お金よりもそういったものがずっともっと必要なんです。また避難所、また被災地ではそういったものが必要です。そこに行った時に、避難地に行った時に、もうすべて必要なものがあると聞きます。例えば下着をない人がいなかったり、女性の生理用品がなかったりするんですね。お金よりももっと必要なものあります。またよく聞くことは、食ものやリソースは被災地に送らなければいけないと言います。しかし実際、まあ、そうですけれども、日本について考えてください。沿岸、東北の沿岸地は破壊されました。しかしその他のできれば、その地元のものを買ってください。侵害復興ではほとんどのリソースはその他の たちから供給しています。地元では調達できません。しかしできるものが、その土地で手に物が入るものがあれば、その場で調達してください。また回復復興するために、またビジネスを回復する、開業するのは2つ目のフェーズだと言う人がいますけれども、それは嘘です。今からそういったビジネスを始めなければいけません。これは今までの考え方です。3ヶ月も6ヶ月も避難所で何もしないでいられますか。回復、それに代わりに復興のプランを考えましょうと私は言いたいんです。災害を図ったときに、もうすでに復興の活動を始めなければいけないんです。災害で生存者は埋まりますけれども、今ですけれども、避難民が生まれるわけではありません。今までの救援活動で避難者が埋まります。災害の生存者たちは無力であるわけではありません。彼らは教師だったり、また大学の先生だったり、科学者だったり、調理師だったりだった。災害の前はそういったビジネスをしていました。そして避難所に来て、皆さんのためにご飯を作ってあげなければいけない。ボランティアが料理を作って、そしてお昼になったら、じゃあ一列になってください、ご飯をあげますと言ってます。しかしなぜですか。その避難者の方たちには主義もいます。もっといろんな料理を作れるはずなんです。おいしい食事を作れる人がいいと思います。それぞれの家族から女性が、また男性が出て、そして料理をしてもらったらどうでしょうか。この2人の人たちは70歳の方たちですけれども、歯科医です。彼らはもう一度開業したいと思っているんですね。災害で全てがなくなるわけではありません。物理的なインフラは壊れますけれども、社会的なインフラや社会的な
組織はまだ残っています。教育の組合であるとかライオンズクラブや教会の組織も残っているのです。それらに手を差し伸べてください。災害に被災地に行ってこれから助けてあげますよということではなくて、私たちは彼らのために奉仕のために行くべきです。それを覚えておいてください。被災地は社会的なインフラはまだあるんです。それに手を差し伸べてください。建物はなくなりましたけれども人々はいるんです。彼らと一緒に協力していくべきです。最後です。これは私たちが信じていることです。助けてないでください。助けることは誰も助けません。彼らに力を当て関与し、そして彼らが自分たちで立ち上がれるようにしてあげましょう。ありがとうございました。